ノゴメトニクルブマリボルは、スロベニア北東部の都市マリボルを本拠地とするサッカークラブである。1960年12月12日に創設され、スロベニアプルバリーガから降格したことがない2チームのうちの一つである。ユーゴスラビア時代は1967の68シーズンから1971から72シーズンまでの5シーズンの間、プルバリーガに所属した。 1991から92シーズンに始まった、スロベニア国内リーグでは初年度から 1SNL に所属し、スロベニアカップでは初代王者になった。1996から97シーズンにリーグ初優勝すると、それ以降7シーズン連続でリーグ優勝を果たした。2007年には、ズラトコザホビッチが SD に就任し、 2008年には6年ぶりにリーグ優勝を果たした。2010から11シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは予選プレイオフでチッタティ・パレルモに敗れたが、その直後にヨシップ・イリチッチとアルミン・バチノビッチをパレルモに売却することで大きな収益を得た。二千十一から十二シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは予選プレーオフでレンジャーズ FC を倒して、 本戦出場を果たした。本戦グループリーグではクラブブルフヘ、SC ブラがバーミンガムシティ FC と同組となったが、1分5敗でグループ再開に終わった。2012から13シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは予選2回戦で FK ジェリエズニチャルサラエボを予選3回戦で F91 デュドランジをいずれも大差で下したが、プレーオフでディナムザグレブに敗れた。 2013から14シーズンは、スロベニアのチームとして初めて、ヨーロッパリーグの決勝トーナメントに進出した。出展中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。19スティペ、 バライチ、DEF、MF26、アレクサンデル・ライチェビッチ、DF 背番号19。この番号は1990年代から2000年代にかけてクラブに8シーズン在籍したスティペ、バライチを称えるために決番にされた。在籍ラスト2シーズンには首相でもあった。マリボルでは公式戦に230試合以上出場し37ゴールを挙げた。 2005年7月7日、母国クラブのハイドゥクスプリトとの親善試合で、クラブでのラストゲームを行い、背番号にちなんで、前半19分にベンチに下がって、優秀の美を飾った。背番号26。この番号はクラブ20シーズン在籍したアレクサンデル・ライチェビッチを称えるために、永久欠番となった。2020年8月22日、NK アルミニートのリーグ戦で、 ラストゲームを行い、前者と同じく前半26分でピッチを後にした。また、マリボル、対談後は、FC コーペルカニュが決まっていた。ありがとうございます。